はい、どうも、後藤照樹です。確定申告のシーズンになりましたけども、僕今年からね、まあ、去年、申請したんですけども、初めての青色申告ということで、確定申告やっておるんですけども、で、税務署にね、問い合わせたりしてね、今回はですね、寄付金控除、初めてふるさと納税やったんですよ。ふるさと納税で寄付金控除して、で、青色申告なんで65万円控除できるんですけども、その対象になるには、ネットで申告しなきゃいけないんですよ。直接行ったり郵送だと65万円の控除にならないんで、今回65万円の控除するためにネットでやるんだけども、あ、提出書類ってどうするのかな？提出書類出したら郵送になっちゃうんで、65万円控除できないと思って、税務署に電話したんですよ。そしたら、寄付金控除の証明書はあるじゃないですか。寄付金控除証明書って言うんでしたっけ。それ、は、じゃあどうするのかって聞いたら、それはもう提出しなくていいそうです。なんかひょっとして、それをなんかプリンターでスキャンして、なんか電子、なんかスキャンして画像を添付して申告するのかなとかそういうのを考えたんです。それも一切ないそうです。なので、提出不要だそうです。こんなんで、大丈夫なのかなと思ったんですけど、提出しなくていいそうで、あ、これだったら本当に直接行ったりとか郵送するよりもネットで、電子申告した方がいいなと思って、はい。だからマイナンバーとか必要なんで、まあ、その辺のことはね、またね、ちょっと気が向いたら、話したいと思っております。これはね、結構ややこしいんですよ。ややこしいんですけども、まあ、今回はね、寄付金、事業証明書は提出どうするのかっていう話で、青色申告65万円控除受けたい方は、寄付金受領証明書は提出必要なしという話です。何かの、参考になれば幸いです。ということで、後藤照樹でした。お前ら愛してるぜ。ありがとうございました。